じゃあもう通ったね。だから。ダンボさんの方が鼻を出してきてくれますので、もしねダンボさんがこう鼻で巻き取ったら、早めに手離した方がいいです。手ずりずりずりって引っ張られますので、はい。ちょっとね近づいてください。もし。今ね、あげていただいているのがシイという木の葉っぱと、あと午前中取ってきた竹の葉っぱですね。この同社のすぐ裏で取ってきたものです。見てごらん、あげたらなに。投げていただければいい感じですし、もし柵の間難しそうだなと思ったら、あっちのゲートの下は少し、ね、地面がありますので、よかったらあちら側から下に投げ込んでいただいても結構ですし、はい、ここの、ね、下に落ちちゃうのでちょっと届かなくなっちゃうので、できればこの隙間を通して向こうを狙うぐらいのつもりで、はい、どうもよかったら、はい、水を取ってください。あと1分かな。お、上手。あとでね、落ちてるやつも探そうとしたりしますので、それはそれでね、ナムさんの探す行動が出ます。さあ、お写真とかよろしかったですか。最後ね、もし一人したらスタッフに言ってください。はい、よろしかったですか。はい、じゃあ
良かったですよね。良かったですよね。雨だとね。そうですね。ちょっと島ですよ。島だ。そうか、島だしたら動物園ってない、来たくないじゃん。そう、静岡か浜松。そうですね。そうになっちゃうんで。浜松はちょっと遠いですよね。そう、静岡の方が来やすい。静岡の方が安いですよ。あ、入場料。入場料安いですよ。あ、本当ですか。浜松はフラワーパークとかがあって。あその分費用が1000円くらい取られるのかなって分かんないですか。ご飯食べてみて。